それが普通の人は諦めちゃう。結果が出ないと思うか。でもこんなことないけどね。うん、よかったね。まあ50年はかかってるからな。でもね、あれや、あとね、自分だから今何回も言うけど、もう儲かっていいって自分だから、パン粉とか聞いてると売れちゃダメだって思ってるわけじゃん。そんなのカッコ悪いとかさ、もう売れていいと。でもおじさんでね、おじさんで、まあね、でも相性がいいんだよね、ネットとやっぱインターネット、はい、だから今度自動運転になるじゃん。だから俺はすごい言うわけよ、車の運転とかそんな好きじゃないんだけど、うん、今度自動運転になったら、今度だから車がパソコンになるわけ、半導体に、うん、そうするとすごい得意なジャンルになる、車が、うん、だから俺結構なんかヤンキーっぽくなるわけよ、うん、車に詳しくなる、うん、一番の得意なジャンルになるわけ、うん、今まではだからこのヤンキーっぽい人たちが車得意だったじゃん、そういうような時代だったね。今の今のオタクみたいな人が車が得意だった。車はパソコン、そうだよ、だって全部自動運転だ。今でもそうだよ、全部今なんか今あれだよ、みんな車に あれだよ、スマホくっつけてさ、それでボタンを押してどこどこ行きたいって言えばさ、どこどこですねとかって。だから車もパソコンみたいに、いや5年で買い替えるとか、iPhone みたいになってくる、2年で買い替えるようになる車、うん、その代わり日本は遅れてるから、 AI とか、 AI も遅れてるけど、ネットはもろ遅れてるから、本当にダメなんだよ。トヨタのカーナビなんて頭悪すぎてさ、うん、だからこう普通ね、Google にしたって iPhone にしたってみんな言葉をちゃんと聞き取るけど、トヨタのカーナビなんて分かりませんって、本当だよ、うん、本当にダメ。カーナビついてんの？え？カーナビついてんの？何？バックモニター欲しいからさ、だからもともと俺運転下手だから、だからそういう機械に任せる。で今度は自動運転になれば全部自動で、そうやってつなげたりするのが得意だからさ、全部、それで、使い方とかもかなり得意だからさ、好きだからさ、そしたらもう本当に暴走族みたいです。なんだかんだ言ってやっぱこう、やっぱ車文化だからさ、そういうもの。電話は車みたいな。そう、だから動く半導体って言われて、だからでっかいパソコンだよ。そうすると俺の一番得意なジャンルだから楽しみだ。今までは車は運転が得意とかさ、そういう人たちが得意なジャンルだったの、全部、それがだから今度はオタクの人たちが車好きだった。
逆に車乗らなかった人は自宅に、そうそうそう、だ出かけちゃうよ全部。引きこもりだった人が出かけるよ。出かけた方が楽しいのか。ぼーっとしてられないんで、今あの本当に YouTube もあの芸能人がいっぱい入ってきて、もうだから戦国時代で、本当に。それはなんでかな、お金になるか。だからテレビがダメだから、ね。テレビが危ないから。お笑いの人とか、そうでみんなお笑いだけの、だってローラだって始めましたとかさ、もうそこで何を言うから、ね、ん自分は、そうだよ、そういう有名な人じゃないもんね、自分たちはね、アマチュアが、だからアマチュアが聞き、だからアマチュアって喋りそんなに上手くないから、だからみんな焦ってる。ただ熱量が高くないと。やっぱ喋りだと負けちゃうね。面白いことよりやっぱり芸人になって。あれでも結局事務所でやってるってことでしょ。うん、事務所、まあ吉本はそうだからね、まあ、でも大体自分がね、今いや、あの反対のところもあるからさ、あんまりやらせないところも、だからバフィーとかは全然ダメだったね。だから俺がだってテレビ出たって一つも上げられなかった、写真さえも出んだよ。だから出しちゃダメってやつ、うん、動画のもう出しちゃダメ、もうテレビは出すくせにね、まあテレビは出すんだけど、だからそれがだってさお金かかってるからさ、テレビは、ああホントする、うん、そうだね、うん、本当に。それで何みんな慣れてる人にどんどん入ってくる。でもそれ面白いのかな、あ面白いかな、面白いか、面白い、ローラとか面白いか、うん、それがみんなだからずるいのはみんなあれなんだよ、あのホワイトボード使ってさ、うん、説明するわけよ、うん、YouTuber の手法で、でもあれだよ、多分でもね、エアロギア来るな、また。うん、一周回って。今みんな体鍛えるようになってきたから。とにかく体資本だから。うん、もう。うん、それで、だから勉強するにもどこがあれだよね。うん。やるべき。ほら、高齢者がいいかなって思ってるけど、高齢者はここには来ないから。来ないし、みんな、うん、デイサービスとかでやってるでしょ。うんうん、子供はどっちだから、でも、だから一番いいのは、うん、別にここで来なくても、だから YouTube で動画撮ればいいわけよ。ほんで、今のところどうしてもうちらは、そんなに、まだ年配の人はそんなにいない。スタジオはもったいないよね。まあ、それはしょうがないよ。うん、でもそれじゃダメなんだから、そこの。そうだよ、スタジオは。でも、スタジオだから、だって、
撮影できるかとか、全然もうがもったいなくなる。だって時代がどんどん変わっていくんだよ。本当に変わってくる、こっから。ヒットホップはもうあんま増えてるけど、けど、うん、だから本当に次の世代がどうするかだよな。めっちゃヨガの後ないもんね。え？ヨガの後ブームはそんなにない。今ヨガはね、早いヨガやってる。うん、だからフィットネス系のヨガ。うん、早いね、すごい。動きが。汗かきながらヨガ。そう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 。だからだんだん動くようになってきたんだよ。ね、うん、だから今までは歯、うん、また元気になってくるんだ、多分。癒しの時代から変わって、うん、だからエアロビンだ。だから80年代のレオタードってでっていう感じ。フワちゃん、ね、実際そうそうそう、フワちゃんみたい。結局元気なのが好きで。猫なんかすごい毎日出てるよね。バズってね。うん。バズりすぎだよ。芸能人になっちゃったらね。もともと芸能人だったよ。そうか。もともと学校行ってたからさ。そういう。うん。お笑いの学校行ってたから。そうか。もともと。もともと。でもその YouTube のそのノリが欲しいからさ、テレビは今。そう。あ、そうか。それで。それでだから一番使いやすい、明るい。だからあれなんだよ、だからフワちゃんってさ、あのなんだ、フワちゃんさん、ま、フワちゃんさん、フワちゃんさんとかさん付けしなきゃいけなくて、フワちゃんさん、フワちゃんさんさんとか、あのなんだっけ、卓球がプロデュースした、あ、似てるよね、篠原で。篠原のファンなんだって、すごい。あ、そうなんだ、篠原っぽいよなと思って、うん、だから篠原もあの消費されるじゃん、大体ああやってうんっていろんな番組出てさ、うん、1回回ってさ、うん、だからあれ篠原に教わった方がどうまく消費されないように、この後ね、うん、この後に大体テレビって一周回るとすぐいなくなっちゃうからね、うん、ただまだ喋れるからな、うん、篠原は今ね、デザイナー、そうそう、ユーミンのデザインしたりしてるもんね。そう、私も見た時篠原みたいだ、篠原だなと、うん、それ回ってきてるのが、うん、現職のなんか、そうそう、ああいう髪の毛とかもね、いや、あの子帰国子女だから強いんだよ、ね、そうなんだ、うん、LA 住んでたよ。じゃあノリがやっぱそうだな、うん、明るいね、もうな、日本人と違うな、ノリが多動の感じだもんね、うん、全然動じないもんね、うん、そうそう、突っ込んでるもんね。でもすげえいつもね反省してるんだよ、うん、それも失敗したとか言って滑ったとか、それを YouTube で、うん、そうそうそう、今日の番組滑りに滑って、それがまたいいんじゃないの、うん、YouTube 見てる人って、まあ、だけどな、本当にあの悩んでるっていうのはね、すごいいいことなんだ。解決しようとする。こんにちは、ナベです。はい、どうも、ご苦労様。悩むと勉強するじゃん。うん。それでその現状を変えようと思うじゃん。だから悩んでる人の方がすごい絶対プラスになるから。
だから若い子って悩むじゃん、うん、大人になるとあんまり悩む、うん、だからまあでもあの これもぞもぞする、うん、これオウム、これオウムチューナーってみたいな、オウムの周波数、なんか新しい音がした気がする、これはね、528Hz、これはエンジェルチューナーかな、うん、いつ前のやつはクリスタルチューナーって言ってすごい高いやつ、違うな、うん、違う、俺ほんと一つ一つ一番好きなのはこの丸いやつ、それバービーが好きだとかやって一緒にやってた、バービーヨガやってるからね、これみんな大変だよ、大変だよ、だってずっと頑張る、走ってない、いつ、まあ何でも大変だけどね、今十何万人？ん？十何万人？十二になるかな。まあ、チャンネル登録してね。私あれだ、一万人になってあれ六本木のスタジオ行きたいな。うん、早くしないと渋谷になっちゃうよ。そうなの？引っ越すから。六本木のもいいな。そうだよ、だって東京タワー見えない。じゃあ早く頼まない、頼まない、あそこでみんなの名前を言うっていうあれにしようかな。そうだよ、いつ引っ越すの。いや、もう、うん、今年だよ、確か渋谷変わるからもうあれだよね、早いとこだよねやばい、チャンネル登録して、チャンネル登録して、チャンネル登録して1万人になって六本木一緒に行こう、一緒に名前を呼びます、あなたの名前を呼びます。